はーい。はい、こんにちは。森ママです。と、熊にゃつ。トニジャです。今日は、くまもん。あっちにもくまもんだらけ。くまもんだらけの八代のくまもんポートにやってきました。限定だけど入れました。少な予約なしで少なかったので入れました。こんな感じです。写真。でもその祠あそこには何かいるの会ってなってるけどさ、おまもなんかこうお賽銭入れとかもないしさ、はい、一応ちゃんとほらお手水もあるよ。なんかいるの、ご神体はいるの、ご神体はいない。寒いけど走ろ。なんで今日こんな寒くなったっていうの。で、それほら、エトの、ああ、ほんとだ。牛くまもんどこだ。なんか牛って書いたらちょっと呼ばれてお、ここに12体のくまモンがいます。あ、でも顔ちゃんとそれぞれいろいろ違う。私のうさぎさんはなんか変な顔になってます。牛さんは笑ってます。でかっめっちゃでっかいくまモンがいます。歌ってない人いる。ただ笑顔だけの人がいる。ここに入ってた。あ、マニャットはどれ？マニャットはどこでしょうみたいなやる。マニャットはどこでしょう。どこかな、どこかな。足が見えてます。足が見えてるんです。めっちゃすごい。何これ、くまもんだらけ。みんな歌ってるちゃんと。この中ちょっと竹林みたいになってます。なんか日本庭園みたいになってます。だって本来外国人がこう来る施設だからね。コイもいるの。そこにもいる。あ、本当だ。
ちょっと面白いのを見つけました。かわいい温泉くまモン。温泉じゃないけどね、ただの池だけどね。なんかこう、これ何？トイレ？なんかちょっと面白い絵が描いてあります。本当、ちょっと、その中に入っていけそうな感じ。本物の金魚すくいなの。何してんの。踊ってます。はい、ということで、くまモンポートに来てみました。くまモンがいっぱいいて可愛かったです。全部で100体くらいいるそうです。はい、写真いっぱい撮りました。今はあの外国、大体は外国のね、あの大きな船が着く場所なんですけど、今コロナで来れないんですけども、はい、今よかったら来てみてください。ということで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。寒い寒い。